全国青年の市長、続いては大阪府代表山田奈々さんでございます。テーマは私はアイドルです。お願いします。ただいま頑張れ邪魔すな。ただいまご紹介に預かりました山田奈々です。山田、私は現在 NMB48 というグループでアイドル活動をしています。知ってるぞ。私が NMB に入ろうと思ったのはモーニング娘さんが大好きだったので、ちょっとアイドルになりたいなと思って入りました。なるほど。ガヤでなるほどないやろ。はい、しかしアイドルをやっていて辛いこともありました。お、例えばそうですね、まあお家に帰れないことは多いんですけども、うん、一度今年、うん、去年は何だったっけ、長いこと帰られんかったんか。そうなんです。あのですね、月に3日4日しか帰れなくて、嘘つけ。嘘じゃないやろ、本人言うてる。本当です。下着が足りなくて、それでお母さんに頼んだら、まさかの315円のパンツとか、うん、それをメンバーみんななんかお揃いで履いてたりとかしました。なるほどね。でもですね、楽しいことも多いんですよ、うん、例えば、まあ、握手会などでお客さん来てくださってる方と、うん、こう生でなんて言うんですか、気持ちを感じられるっていうのとか、あとは、うん、なんかメイクを覚えたりとかして、なるほど、ね、こう女の子として楽しい、他の人よりも楽しい人生を送れてるような、そんな得した気分がします。なるほど。しかし楽しいことばかりとは限りません。長いぞ。いろんな失敗も帰れ経過しました。まだ帰りません。まだ帰りません。こんなことですか。まあ、失敗談といえばですね、私のもう過去最大の失敗なんですけども、うん、はいはい、まあ、番組収録中に気を失うほどの眠気に襲われまして、うん、気を失うほど、はい、2本撮りだったんですけども、うん、ゲストさんが誰が来たのかもあんまり覚えてなくて、さやねとかに腕をつねってもらいながらも、つねってもらっても起きれなくて、2本目、1本目も両方両方つねってもらっても叩いてもらっても何されて もう全然すぐまたクッていきなりしちゃったりして、うん、それはそれは大変な失敗を失礼いたしました。まあ、楽しいこと大変なことこれからもいろいろとあると思いますが、私はアイドルになれて本当に良かったと思っています。はい、最後に私山田奈々の今後のアイドルとしての野望を叫んでこの主張を終わりにしたいと思います。はい、アイドルという肩書きを捨てれるようになりたい。